はい、ということで今日も元気よくしたいの勉強やっていきましょう。今日は問屋製家内工業と工場製手工業、マニファクチャーの違いって何っていうことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。問屋製家内工業っていうのは家でものづくりをすることです。工場製手工業っていうのは工場でものづくりをすることになっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。はい、まず問屋製家内工業ですね、これはものづくりのやり方、これも工場製手工業もなんですけど、この2つの言葉っていうのはものづくりのやり方です。問屋製家内工業っていうのは、金持ちが、道具、ものづくりの道具とかを、農家に渡して物をつく、作ってもらい、作ったものを買い取ることになります。それでは、問屋製家内工業の成立までを見ていきたいと思います。問屋製家内工業っていうのは18世紀、つまり1701年から1800年にかけて、作られたものづくりのやり方になります。まず農民の人が、よし、物を作ろうってなった時に、ただいきなり農民の人が、物を作れるわけじゃないんですね。まずそもそも原料がない。例えば、よし、今日から刀作りをしますっていう農民がいたとしても、じゃあその刀を作る鉄ってどっから持ってくるのとか、あと作った刀って誰に売ればいいのっていうところがないですよね。なので、ここで問屋っていう人の力を借ります。問屋っていうのは、物を仕入れたり物を売る専門家なので、そういう人と農民の人が協力して農業を行う、物作りを行うっていうことですね。まず一つ目、農民 A っていうのは問屋から原料や道具を借ります。刀作りでいうと、例えばその鉄の塊と、あと、金槌みたいなのとか、あと、その刀を熱するための原料、石炭とかですよね。そういうものを借ります。そして農民 A っていうのは、家に持って帰って、その道具、その原料で頑張って刀作りをします。じゃあその農民 A、 丸さんですね、農民 A っていうのは刀が完成しましたってなったら問屋に渡す、売るっていうことですね。でそれでお金をもらえるということです。これは、農民にとっても、問屋にとってもいいことです。農民は道具も借りれるし原料も作れ、渡されて、家で物作りができる。そして問屋に渡すと問屋からお金がもらえる。問屋に関しても、いろんな人に道具を渡して、自分が働くんじゃなくて、農民の人に働いてもらってそれをもらって売るという形で、この問屋製家内工業っていうのが広まっていきます。じゃあ工場製手工業と何が違うのっていうことですね。工場製手工業は、カタカナでマニュファクチュアというふうに言います。マニファクチュアとかマニファクチャーとかって結構間違えるので、マニュファクチュアになります。これは先ほどと同じようにものづくりのやり方です。じゃあこの問屋製家内工業、工場製手工業は何が違うのかっていうと、お金持ちが農民とかなどを工場っていう場所に集めてものづくりをさせることです。工場製手工業って言ってるので、もちろん工場を使ってやるものづくりになります。この工場製手工業の成り立ちですね、この工場製手工業っていうのは19世紀頃に始まりました。つまり問屋製家内工業から100年ぐらい後に生まれたものになります。資本家、っていうお金持ちですね。お金持ちっていう人は、ある場所に工場を作って、そこに来てくださいね、ここで作りましょうねっていう風に集めて、そこで、ものづくりをさせます。分業とか、協業っていうのを行うことで、問屋製家内工業よりも効率的にものづくりができるようになったっていうことですね。例えば、刀作りをするっていう風になった時に、一人で、問屋製家内工業の時には一人で、その道具とか原料を輸入して一人で作って一人で問屋に渡してましたよね。そうじゃなくてまず分業しましょうよということです。例えば刀作りで言うと、まずその鉄を熱くして熱するところ、溶かすっていう作業がありますよね。そして刀を打つっていう作業がありますよね。でそして形を整えていくっていう作業がありますよね。そのなんかヤスリみたいなのを使って研いでいくっていう仕事がありますよね。大きくその3つがある、あると、細かいところは分からないんですけど、多分3つぐらいあると思うんですけど、その仕事を問屋製家内工業は一人で全部やっていた。しかしそれを専門的にやる人、俺は鉄を溶かすのを専門的にやっていく、俺は肩の叩くのを専門にやっていく、俺は研ぐのを専門にやっていくってなると効率的なんですよね。もうその刀を打つことに特化する人ができれば、
その専門家になるのですごい効率的にできるようになったりとか、すごく上手に、研いだりとか打ったりとかできるようになることで、効率的になっていく。さらに協力して行うってことですね。まあ皆さんもなんとなくテスト、ご教科のテストを一人でやるよりも、俺社会やります、俺理科やります、俺数学やりますっていうふうに5人で分けて、それぞれがテストをやって合わせた方が絶対に効率的じゃないですか。数学をひたすら勉強して、やった人の方が数学点伸びますよね。っていうイメージで分業を行うことで効率的になっていきました。しかし、その工場制手工業っていうのもなかなか続かないわけですね。その後、まあ、この19世紀くらいになってくると、機械っていうのが登場していきます。この機械の登場によって、工場制手工業はちょっとずつ少なくなっていきますよっていうことになっていきます。はい、ということで今日は問屋製家内工業と工場製手工業の違いについてやっていきました。問屋製家内工業っていうのは、問屋の人が農民の人、ものづくりをしたいよっていう人に原料と道具を渡して、その農民の人は家でものづくりをして、問屋にまた渡すっていうものづくりになります。工場製手工業っていうのは、問屋製家内工業がそれぞれの家でやっていたのを工場っていう場所に集めて、全員で分業とか協業を行って効率的にものづくりをしていったよっていうものになっていきます。